皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。少し配信が遅れましたが、申し訳ないです。そして、無惨見つかりましたね。これからどのような光景になるのだろうか、見ていきましょう。さて、この人は鬼になるんだよね。隣の女性を食うだろう。食うのだな。女性っていうか、奥さんだよね。そうだったんだよね。急に鬼を探すミッションが、新しく作られた鬼を殺すミッション、かつ周りのピープルを探す、探すんじゃない、助ける、それだけじゃなくて、もう自分の正体はバレてしまうんだよね。一番バレたらいけないやつに。無惨という。やばい。一番初めのヴァンパイアかもしれない。ヴァンパイアじゃなかった。鬼でした。なんで俺こんな、日本語を噛んだり、間違ったことを言ったり。ちょっとね。金曜日、今日は、月曜日の夜なんだけど、金曜日から動画を作る時間なくて、ちょっとこの OP を使って自分の正気を取り戻すっていうように、お祈りをしよう。 OK、 できたかもしれない。深呼吸しないといけない。OK。 23型ピーターの巻。なんやろ。第8話。OKOK。鬼が現れました。お前はどうするのか。やっぱり戦うんだね。無惨にバレちゃいました。あ、でも刀を出さない。これで自分が鬼殺しだとバレへんかな。紐で縛る。戻れへんでしょ。ね、少しだけ彼の手触れただけで、手っていうか爪触れただけで鬼にさせることはできるなんて、とんでもない力やん。ってなると、彼と戦う時はめちゃくちゃ危険じゃない？だって自分も一撃で鬼になるかもしれないやん。その風に考えると超怖いじゃん。言うんかよ。名前が月彦。それともそれ子供の名前だよね。だって自分からその名前言ったんだよね。これはいい結末にはならないな。もう警官と喋ってるから、もうちょっとなんか説得力ある言い方にしてないと。自分もやられちゃうじゃん。助けられちゃう？なんか花ピープルに。何これ、気血術みたいなあったんだよね。血気術。
これは血気術だよね。やばい。なんか、オエランではなくて、オエランだったらもうちょっと靴は高いんだよね。じゃなくて、普通の着物か。こいつも血気術使えんの？この人も鬼ってことやろうな。鬼でしょ？医者でもある。友達できた！仲間追加。素敵な車ですね。やっぱりすっげえ金もんやな。大丈夫、警官に尋ねるだけですから。警官と何を話すのか。怖っ。このちょっとマイクル・ジャクソンっぽい。鬼様。鬼様？鬼マスター。みたいなやつがこれからどのような怖いことをするのだろうか。やっちゃん、当たったらあかんよ、当たったらあかんよ。あー怖い怖い、あー怖い怖い。あ、お慈悲よ。あー、やっちゃん、やっちゃん、もうやられてしまうやん。それはお前だから。何その手。あ、死んだ。やっちゃん死んじゃった。でも一応これは、無惨は戦いたくなかったんだよね。なんかすごく俺が言うのもおかしいんだけど、彼が勝った戦いではないんだよね。まあ、せやろな。せやろな。だって、鬼やろ？でも長く生きてるやろうな。まあ死んでるやろう、すでに。なんだなんだなんだ。完璧に近い生物。お前も完璧にする。この女はこれから鬼になりますね。あ、違います。めっちゃ強いやつになるやろ。超強い鬼になるやろ。人間の体は変貌の速度に耐えきれず。死ぬだけ。細胞が壊れる。What？マジで？バリアキラ的な死に方するな。一瞬の見た目やば。首を持ってこいと。かっこいい。こいつ好きやわ。かっこよすぎるっしょ。ってするだけで来るなんて。こいつ負けたことあるんか。なんでなんだ、祖先？祖先
に敗北したことがあるのか。なんだ、なに、こいつクルリンか。なんでクルリンでこんな怒るんだ。まあ怒るか、クルリンは。だぞ、超うまそうな角うどん。おお、これはうまいぞ、うまそう。来るぞ、来たぞ。お金は？クリリン好き、かわいいやつやわ。なんだ？敵の2匹やろ。鬼子、あ、違うわ、友達の鬼や。待っててくれたんですか。お前を連れてくるようにあの方に言われたんで。パシリやな。俺は匂いをたどります。目くらましの術をかけている場所にいるんだ。おお、なるほどね、血気術的なものやな。せやで、仕込めな。どういう意味？わかる？ねえ、そういう意味だよね。ネズコをディスってんの？ひどっ。お兄さん頑張る。このシーンが好き。わからんけ。いやー、やっぱりね、ちょっとした面白いオチを入れると、もうええだろ、もうええだろ。消えたぞ。これは現実やな。ほう、何今のシンボル。失礼のないよ、あの女性の方ね。なんかそういう番犬的な男いるよね。でもあの二人の暗殺が来るやろ。直してる、めっちゃええやつ。旦那はどうなった？なるほど、この女は人間を食ってんの？まあそう思うよね、普通にそう思うやろ。だってさ、だってさ、玉代様ですね、後ろ。難しそう。嫌われてる。普通の鬼、違うんや。ネズコンにもできる？へえ。ねえ、俺鬼滅寺の呪い知らないんだけど、鬼滅のこと必ず喋ったらいけないってやつなのかな。こちらへ。お富士様ですね。もう眠いよな。優しい奥様やわ。奥様じゃないわ。なんていうの、夫人の方。へえ。
そう、そっか。お医者様だったら取れるかもね。なるほどね。そうだね。へえ。みたいだね。ネズコみたいに完全のベジタリアンではないよね。おお。え、こいつも鬼にさせることはできるんや。ネズコ何してんねん。してんねんねん。うん、だけどそうではないか。200年以上かかって鬼にできたのはユシロただ一人ですから。なるほどね。なんでこの子を死ぬところを助けたみたいな。200年以上かかって鬼にできたのはユシロただ一人ですから。サマヤ様何歳ですか。そこ。ボレモノ。早い。ユシロ。なんやねんお前。なんすか。はいはいはい。なるほどね。だからユシロもそうやろ。確認してる？ほうほうほう。まあ、不成功の時には死ぬから別にバレてもいいよね。ね。お顔も清らかやねんな。鬼になってしまった人、人に戻す方法はありますか？来た。暗部の二人。なんでバスケットボール遊んでるのか。あ、道案内だね、それは。GPS 機能がついてる。あの、音で？バスケットボールで音が出る？あっちゃー。あっちゃー、これで。これでバレたんだね。我らの仲間を場所がバレちゃうじゃないか。なるほどね。この二人めちゃくちゃ強いんだね。今までに見たことない強さある。あっちゃー。あ、公開されるぞって。なんか、あ、でもめっちゃ合気道うまいやん。アイキドこの時代に存在してないのに。っていうのは、アイキドの前のものはできてるんだね。その柔道、柔術的な。はいはいはい。できませんが、すぐできるようになる。まあ、すぐじゃないかもしれないけど。それがゴールデンクエスチョンだよね。それが目的だよね。治療薬を作るためにはたくさんの鬼の血を調べる必要があります。はい。あなたにお願いしたいことは2つ。ポケモンみたいにいっぱいなんか取ってこいって。妹さんの血を調べさせてほしい。ポケデックスもらえるのかな。2つ。できる限り鬼物質の血が濃い鬼からの血液を採取してきてほしい。あれで特殊なんだ。あれ2年間だったんか。確かになかったよね。うん。お前うぜえわ。何考えてんだよ。
禰豆子ならではって話だね。でも今から接近する二人の怖い鬼たち、どうしますかね。鬼ボスだね。まあ彼の願いとは結構合致してるから。彼は鬼殺に入ってるし。それ以外に道がなければ俺はやります。玉屋さんがたくさんの鬼の血を調べて薬を作ってくれるなら、そうすれば禰豆子だけじゃなくもっとたくさんの人が助かりますよね。せやて。そうね。この人のメンバー味濃いんだけどね。なんてもう番犬うざいわ。来た、バスケットボールが入ってきた。そうだよ、こいつのせいでこいつらも来たぞ。しかし俺は珠代様の強さを高く買っているので期待中だけど、やっぱり次だよね、次だよね。そろそろ終わるんじゃないかなって思ったわ。仕方ないね、尺は決まってるんで。気になるな、うちの炭治郎が彼らを出せるのか、それとも珠代ちゃんとか、もう名前はもう俺本当に日本の名前難しいわ。ね、安弘じゃなくて由四郎的な名前だったんだよね。彼も結構強いやろな。だから禰豆子も強いし、あの4人で倒せるだろうな、2人の暗部。しかし絶対に禰豆子は、禰豆子じゃなくて珠代が強すぎて一人であの2人殺せんちゃう。それを期待してる。ではでは皆様、大将のこそこそ話に入ります。来た。いきなり後ろでした。長いです。多いです。いや絶対やばいコツ書いてるでしょ。お前キモいぞ。絶対今日気持ち悪いよ。絶対なんかパンツを書くやつやろこれ。お風呂入ってる時になんかコソコソ見ようとしてるなんかキモいやつやと思うで。皆様ご視聴ありがとうございます。そしてこれはおそらく火曜日のいつかにアップする予定やと思うんですけれども、この直後にAttack on Titan も出しますので、よろしくお願いします。おきに。